どうやらロシア軍最新鋭戦車 T90 が早々に撃破されたらしいね。ロシア軍に強い印象を抱いていた人も多いだろうし、今回の有事はその印象を覆すことになりそう。様々な要因があるとはいえ、こんなにもロシア製戦車が弱かったとは誰も予測できなかっただろうな。そうだね。さて今回はこの T90 戦車撃破とロシア軍指揮低下について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年5月9日はロシアにとっては特別な日だよね。第77回目の対ナチスドイツ戦勝記念日だっけ？プーチン大統領就任後は非常に軍事色が強い式典が開催され、モスクワの赤の広場で実施される軍事パレードには、最新の兵器などが参加することで知られているな。この日も赤の広場において例年通りの軍事パレードが盛大に行われることが伝えられ、その前に予定されているプーチン大統領による演説において、これまで特別軍事作戦としていたウクライナとの戦争を改めて宣言した上で、総動員体制を敷くのではないかと見られ注目されていたよ。もし、プーチン大統領がウクライナに正式に宣戦布告をすれば、ロシアが旧ソ連を構成していた共和国5カ国、ベラルーシ、アルメニア、カザフスタン、キルギスタジキスタンと締結している軍事同盟、集団安全保障条約に CSTO に則って、これら5カ国も自動的に参戦することになり、第三次世界大戦の勃発につながるからね。一方で、ロシアが紛争当事国となることから、国連安保理で拒否権を発動できなくなるため、取り扱いが注目されていたこともあるな。そして5月9日、青空の下でプーチン大統領による演説が始まり、広大な祖国の多くの地域から、ドンバスや戦闘地域からやってきた兵士や将校が、ここ赤の広場で肩を並べていると語り、新ロシア派武装勢力が支配するウクライナ東部地域に対して、ウクライナのナチズムから解放されたとする祝辞を述べ、先人たちと同様に、ナチスから祖国を解放するために戦っているとして、1945年と同様に勝利は我々のものだと強調したんだ。しかしながら、プーチン大統領の口からはウクライナや、戦いといった言葉は一切発せられず、ウクライナをナチズムと決めつけることで特別軍事作戦を実施したことへの正当性を主張するのみであり、世界が懸念する大規模な侵略戦争をしている国の、指導者とは思えない内容であったとする声が多く聞かれたのも事実だね。さらに、これまでロシア国内の国民向けに発信し続けていた、ナチズムウクライナのゼレンスキー政権に対抗するための一致団結、あるいは引き締めを図るような言葉もあまり聞かれず、アメリカや NATO 加盟諸国、経済制裁に同調する日本などへの、挑発的な発言もほとんどなかったことに拍子抜けする声が多く、想定外に戦闘が長期化してしまい、プーチン大統領にとって、思うようにことが進んでいないことへの苦悩が感じられるとの見方も出ているんだ。軍事パレードには、今回のウクライナ侵攻に投入された車両や兵士が登場したんだけど、これには今回の侵攻を、第二次世界大戦における、ナチスドイツとの戦いに重ねる思惑があったと見られているよ。しかし、当初は例年以上に盛大に開催されると見られていた今年のパレードに、動員された軍人は2021年より1000人少ない1万1000人である上に、その中にはユナルミヤと呼ばれる軍事学校の少年少女や、軍事アカデミーの学生なども含まれていたほか、軍用車両も新型の大陸弾道ミサイル ICBM ヤルスや、短距離弾道ミサイルイスカンデルに主力戦車 T90 などが参加していたものの131台と、戦勝75周年を祝った2年前の参加車両台数の6割にとどまり、その時間もわずか10分間であったことから、ロシア軍の苦しい台所事情が透けて見えるようであったと言われているね。ところで、今回のパレードに参加した第3世代戦車の新鋭主力戦車 T90 は、4月25日にウクライナ東部に配備されたことが確認されていたんだけど、パレードが開催された同日にウクライナ軍が、破壊され格座した T90 のプロパガンダ映像を公開したよ。T90 戦車については、5月4日にも東部のハルキウ周辺において、ウクライナ軍の攻撃によって格座している T90M の画像が公開されていて、T72 を破壊されたロシア軍が投入した新型戦車 T90 もまた同様に、対戦車手段によって破壊されている現状が伝わり、ロシア軍の苦悩する様子が目に見えるようなんだ。また、今回の軍事パレードで軍事評論家などが着目したのは他にもあり、例年必ず参加していた国家親衛軍の車両と、空挺軍の部隊が参加していなかった点だね。ウクライナの首都キーウ攻略戦で大被害を被ったため参加不可能になったと、推測されているんだけど、将校の粛清なども伝えられており、不透明な状況であることに変わりはないよ。さらに例年との違いとして、例年外国からの原種要人が招待され参加していたものが、今回はいなかったことなどが挙げられているんだ。
さらに、リハーサルでは航空部隊として登場した、MiG-29 戦闘機の Z 字型の編隊飛行や、核戦争勃発時にプーチン大統領らが登場する、終末の日の飛行機と称される空中指揮機イリューシン80など、西側のメディアが注目していた関越飛行については、青空であるにもかかわらず悪天候を理由に中止となっており、ロシア軍の裏側で何かが起こっているのではないかと指摘する声もあるんだって。侵攻を開始してから2ヶ月半になってもウクライナ軍の前線によって苦戦を強いられているロシア軍について、アメリカ国防総省の高官がウクライナ東部のドンバス地域に展開しているロシア軍において、中級将校の一部が命令に反抗しているとされる報告があると話したことが報じられているよ。この高官によると、命令に従わず移動拒否や命令に対して迅速に行動しなかったりする事例が、ロシア軍の大隊長級以下の階級で複数見られたと語られているんだ。キーウ攻略を諦めたロシア軍は、ロシア西部の拠点からウクライナ東部地域へ兵力を補充しているものの、前線への補給は依然と変わらず滞っているとされ、こういった犯行が事実とするなら、ウクライナ侵攻初期の段階から指摘されていた、ロシア軍の指揮低下が、下級の徴集兵士だけでなく、現場指揮官級の間にも広がっていることを示すものであり、前線の指揮系統が混乱している可能性が指摘されているよ。さらにイギリスの国防省によると、ロシア軍はすでに精密誘導ミサイルを使い果たしていて、民間人を巻き込む無誘導のミサイルや爆弾による爆撃が増えているとされているな。攻撃ヘリコプターから無誘導ロケット弾を市街地に向けて放つ、トス爆撃の確認情報が増えていることも、これを裏付けるものだぜ。さらに、ロシア国内では経済制裁の影響で、精密誘導兵器の製造に必要な電子部品の調達が難しくなっているとみられ、精密誘導兵器の在庫補充に影響が出ているんだって。ただでさえ新型コロナウイルスの影響により世界的な半導体不足が叫ばれているからね。経済制裁により外資が引き上げられ、サプライチェーンから締め出されたとなると、軍民ともに厳しい状況下にあることは想像に難くないぜ。アメリカはじめ西側諸国から武器供与されているウクライナ軍の抵抗が日増しに強くなり、もはや戦車同士の地上戦においても勝負にならない可能性が指摘される中、最近のロシア軍は制圧した地域からウクライナの各都市に対して、無差別にミサイルを撃ち込んでいるように見られるね。追い詰められたプーチン大統領とロシア軍が戦術核兵器や化学兵器を使用する可能性がくすぶっており、ロシア軍がさらに非人道的な無差別攻撃を激化させる恐れが指摘されているんだ。ロシア軍は戦前から、戦術核兵器や化学兵器の積極使用を想定しているとも伝えられており、現在の状況を打破するためにこれらの大量破壊兵器を使用するとも囁かれているからな。西側はこれに対抗して低出力核兵器を配備しているんだけど、すでにこの低出力核兵器をどこに投射するべきかの検討段階に入っているとも報じられており、冷戦期以来の緊張が欧州を支配しているよ。低出力核兵器の攻撃目標としてはロシアの衛星国であるベラルーシが最有力とされる一方、黒海艦隊の根拠地であるセバストーポリなども挙げられているみたい。低出力核兵器によるデエスカレーションが試みられる一方で、核兵器の応酬は全面核戦争を招くとの見方もあるな。そうだね。人類が第三次世界大戦がいつ勃発してもおかしくない状況に立たされる中で、第四次世界大戦は木と石で戦われるとのアインシュタインの予言が、再度注目されているんだから、なんとも皮肉なものだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だよ。待ってました。早速行くね。ジグソーパズルはもともと何のために開発されたと思う？ジグソーパズルって年齢問わず誰でも気軽に遊ぶことができるよね。現在では 3D パズルなるものも登場しているけど、もともとはある教育をするために開発されたチーク玩具だったんだ。一体何を教育する目的に作られたものなんだろうね。ジグソーパズルは、木の板を糸のこぎりで切ったものから製作したことから、糸のこぎりの英語であるジグソーという名前が付けられたんだ。ジグソーパズルは1760年頃にイギリスの職人、ジョン・スピルズベリによって制作されたよ。彼は地図職人であり、パズルのピースを各国の形にしたパズルを作ったんだ。つまりパズルが完成すると地図が完成するチーク玩具として開発したんだ。せっかくなんでもう一個雑学言ってみようか。サッカーボールが白と黒の模様になった理由についてお話しするね。今はカラフルな模様のサッカーボールを見るようになったけど、サッカーボールといえば白と黒の模様をしたデザインだよね。白黒のボールが登場したのは1960年代と比較的最近なんだ。1960年代といえば、家庭にテレビが普及しだした時代だよね。しかし現在のテレビのようにカラーではなく、白黒テレビだったよね。
サッカーボールが白黒でデザインされた理由は、白黒テレビで試合を観戦する際にボールが見やすいように、このデザインが採用されたんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。